どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルダレットです。今回はトライストリンガーはアップデで何が変わるとなります。1月18日にやっとアップデが来ますね。今回のアップデは項目が多めだったので、トライストリンガーへの影響を見ていきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速見ていきましょう。まず強化自体の話をしていきたいんですけど、全く入ってませんでしたね。前回の塗り性のアップぐらいから、特には変わらずというところでした。まあ機体としてはジャンプ中のチャージ時間とか集団性のアップとかが期待してたんですけど、まあちょっと残念な結果ですね。まあ相変わらず以前のままというところになります。今回は塗り吹きがメインで強化が入ってましたね。その中でもナイス生を使えるプロモデラーの強化がきついように感じます。まあ、飛沫が大きくなるっていうことは塗り効率が上がりますからね。少ない時間で綺麗に塗れるっていうことができます。なのでこれによってスペシャルの頻度が増える可能性が今以上に増えるっていうことがよく、まあ、予想できますね。なので、ね、ここら辺がちょっときついなと正直思ってます。まあ、他の武器はインク効率上がったりとかなんでそこまでは考えてないんですけど、個人的にはダイナモかなが一番辛いかなと。その塗りに関しては絶対塗り勝てないんで、まあ、仕方ないなってところなんですけど、ダイナモに関してはその単純に火力が上がる話なので、まあ2みたいなダメージになるのであれば、ダメージ範囲ですねが広がるようであれば、まあ、高い位置を取られた時とか、まあ、この辺りの対策がすごく難しくなるような気がします。今まで甘えで倒せてた分ちょっとそれができないのは辛いですね。なので、まあ、この2つ見てると、まあ、よりポジションの維持が難しくなるような感じがしています。今回のアップデの武器はマークする必要はありそうですね。ただいずれにしても現環境ではそんなに使用頻度が高い武器っていうわけではないので、心配しすぎになるかもしれないですが、見つけた時は気をつけるっていうふうにしておきたいところです。まずサブに関して見ていきたいと思います。サブに関してはラインマーカーが来てましたね。ダメージのアップということですが、光栄からするとまあ脅威はないかなと。というか使用頻度がそもそも高くないんで、そんなにっていう感じですね。で、気になったのはスペシャルの方ですね。特にこの中で言うならまずサメライド、が気になるところです。サメライドに関しては無敵時間が短いので、スペシャル後に1キルが確定するような感じだったんですが、まあ、それが難しくなりそうな気がしてます。まあ、硬直時間の時に倒せるってところだったんですけど、それが緩和されますからね。硬直時間中の無敵が増えるってことです。なのでまあ狙い時が悪ければスライドで避けられるっていうことも想定されますし、まあ、スパイガジェットなら傘を開ける可能性もあるということなので、スペシャル後の動き、まあ、倒せるかどうかがちょっと不安なので、油断できなくなってきたなーっていうところな気がします。青スパを使う身としてはありがたいですけどね。本当バーンとなった瞬間やられてたので、ちょっと辛かったんですが、これがもうちょっと無敵時間が伸びるっていう感じですね。で、あとは意外と来るかなと思ったらカニタンク。これがそこまで影響がなかったっていうところでしたね。まあ時間が短くなると9秒から8秒になるということなので、まあ1秒ぐらいか。まあ1秒めっちゃ長いけどね。で、耐物をつけた弓のダメージに関しては、まあ一応カニタンク2発で倒せるんですよ。スペー性のアップなければ。なんですが、まあこのダメージ割合が単純に増えるので、確実に2発で壊せると。ただ、そのカニタンクのスペース性のアップによる影響は大きくなるということだったので、まあ環境的にギアが変わればより壊しづらくなる可能性も出てくるとは思います。まあカニに対しての対策がしやすくなるのではと思っていますが、まあ、スペース性のアップを積んだ場合はそれは効かない可能性もあるので、まあ何も変わらない可能性はあるかなと。まあ、相変わらず見つけたら逃げる必要はありそうですね。ギアに関してはイカ忍者だけが修正が来てましたね。
ですが内容から見ると強化されているので増えてきそうに感じます。パッと見ややこしいですが、現在のイカ忍者の効果はこんな感じです。まあ、地面をイカダッシュするときのインク飛沫がなくなり、相手から見つかりにくくなる。ただし、イカダッシュ速度が 10% 遅くなって、イカ速ギアをつけたときの効果も 20% 打ち消される。というふうになります。イカ速ギアの効果が 20% 消されるんですよね。まあ、注目するのは、イカ速ギアをつけたときの効果削減です。これが廃止になってます。移動速度が上がるため、後衛がより対策が難しくなるというところですね。まあ、足場を整えていないといつの間にか目の前にいるとか足元にいることが想定できるので、何かときついシーンが多くなるのではないかと思います。前衛からすると少ないギアで効果が発揮できるのでめちゃくちゃいいですね。ただ隠れた瞬間は見えるらしいので、まあそこの出だしを見ることができればどうにか抑えれるのではないかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーはアップデートで何が変わるはいかがでしたでしょうか。今回のアップデートですが、全体の武器使用頻度を上げるためのメイン強化とスペの修正といった感じですね。まあといってもカニタンクが本当気持ち程度っていうところです。環境自体は大きく変わらなそうですね。ただイカ忍者が強化されるので今まで以上に敵が多くなる、ギアをつけた敵が多くなるのではないかと思います。まあ、トライストリンガーとしてはとにかく足場を整えて近づけさせないように徹底する必要がありそうです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。